今日福岡県八女市で鬼が尻を叩いて回る奇祭こっぱげ面が行われました。山あいの静かな村に子どもたちの泣き叫ぶ声がこだましました。八女市星野村の小学校に突然現れたのは青竹を振り回す鬼です。200年以上続く奇祭こっぱげ面、地元の若者が扮した鬼に尻を叩かれると1年間病気をしないとされていますが、子どもたちにとっては恐怖の祭りです。鬼は保育園にも。泣き叫びでながら逃げて必死に隠れようとする子もいれば、他の子たちを守ろうと鬼に立ち向かう子もいました。叩かれるのは子どもたちだけではありません。 FBS の取材班も。怖い鬼もお年寄りの前では、演技が良かった。頭も良くなって白髪も黒くなってこっぱげ面は梅雨時期の水害が起こらないよう祈りを込めて始まったとも伝えられています。星野村は去年7月大雨で被害に見舞われました。とてもひどいっていうか、まあ路面っていうかこういう道路とかも普通に流されたりとかしてたんで、そういうのが大変っていうか、こういう祭りをやることによって災害がなくなったりとか病気にならないとか、そうやって一人でも多く無病無災害が増えたらいいかなと思って。鬼たちの雄たけびと子どもたちの悲鳴に包まれたこっぱげ面、200年続く地域の人たちの願いは鬼の面と青竹を通して今年も受け継がれました。